ぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ニアンドル好スタートを切りました。サウンドピアノ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてニアンドル行きました。ニアンドル先手を取りました。その外からスマイルカナ、サウンドキアラ、そのうちに続いています。これに続くのがレシステンシア、内からはダノンファンタジー、内からはイベリス、黄色の帽子レッドベルディエス、その後ろ間が空いてウールビル、並んで9番テルゼット、すぐ隣にランブリングアレイ、その外にアフランシール、内からはクリスティー、その隣にシゲルピンクダイヤ。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。この辺りで先頭が変わりました。サウンドキアラ、2番手はディアンドル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。サウンドキアラ先頭、前に迫るディアンドル、サウンドキアラ先頭、後続を引き離しにかかるディアンドル、懸命に追いすがります。残り 200m を通過して、マジックキャッスル追い上げてきた。マジックキャッスル先頭、マジックキャッスル先頭だ。マジックキャッスル、マジックキャッスル1着、2着にはどうやらグランアレグリア、3着にレゼル、勝ったのはマジックキャッスル、このレースを制したのはマジックキャッスル。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。レシステンシア、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてレシステンシア行きました。レシステンシア先手を取りました。内からはスマイルカナ、その隣にディアンドル、イベリス、そのうちに続いています。その外からダノンファンタジー、黄色の帽子レッドベルディエス、その後ろウールビル、それに続いています。内からはランブリングアレイ、内からはクリスティー、その外にアフランシール、内からはシゲルピンクダイヤ、その外にサウンドキアラ、すぐ後ろにテルゼット、さらにはディアアメリア。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。ここでスマイルカナ先頭に変わりました。ディアンドル、ほとんど差がありません。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立ったディアンドル、前に迫るスマイルカナ、スマイルカナ先頭、外からレシステンシア先頭、スマイルカナ追いすがる、あと 200m、 グランアレグリア追い上げてきた。グランアレグリア、さらに突き放します。グランアレグリア強い強い、グランアレグリア圧勝ゴールイン。2着はマルターズディオサ、勝ったのはグランアレグリア、このレースを制したのはグランアレグリア。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。スマイルカナ、好スタートを切りました。ディアンドル、この馬も好スタートを切りました。ディアンドル、この辺りも前へ行きます。先手を取ったのはディアンドル、並んで17番スマイルカナ、すぐ隣にレシステンシア、内からはダノンファンタジー、その隣にレッドベルディエス、イベリス、そのうちに続いています。その後ろからはウールビル、テルゼット、その前に進出アフランシール、すぐ後ろ内からはランブリングアレー、黒の帽子クリスティー、その後ろその横にシゲルピンクダイヤ、すぐ後ろにマジックキャッスル。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。前はディアンドル、レッドベルディエス、ほとんど差がありません。イベリス3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ディアンドル先頭、幅3馬身、後続の手応えもいい。ディアンドル先頭、外から勢いよくレシステンシア先頭、あと 200m、 一気に後続がやってきた。スマイルカナ必死に追う、一気にグランアレグリア、レシステンシア、レシステンシア1着、2着にはどうやらグランアレグリア、3着にマジックキャッスル、勝ったのはレシステンシア、このレースを制したのはレシステンシア。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはイベリス、綺麗なスタートを切りました。イベリス、この辺りも前へ行きます。イベリス先手を取りました。これに続いてスマイルカナ、レシステンシア、上がっていきました。ディアンドル、そのうちに続いています。内からはダノンファンタジー、黄色の帽子レッドベルディエス、その後ろその外にウールビル、その隣にサウンドキアラ、アフランシール、その前に進出、すぐ後ろにテルゼット、ランブリングアレー、すぐ後ろ並んで3番クリスティー、その横にシゲルピンクダイヤ。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭は依然としてイベリス、
2番手はダノンファンタジースマイルカナ、3番手第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。イベリス先頭、外からスマイルカナ先頭、ダノンファンタジー懸命に追いすがります。スマイルカナ先頭、残り 200m を通過して、ここで先頭変わってグランアレグリア、2番手はランブリングアレー、グランアレグリア、この馬で決まりか。グランアレグリア強い強い、グランアレグリア圧勝ゴールイン。2着は微妙です。グランアレグリア見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を舞うのはどの馬でしょうか。スマイルカナ前に行きそうです。先手を取ったのはスマイルカナ、並んで18番レシステンシア、イベリス、そのうちに続いています。その外にリアンドル、内からはダノンファンタジー、レッドベルディエス、すぐ後ろその外からサウンドキアラ、その後ろにランブリングアレー、黒の帽子クリスティー、その後ろその外にウールビ、内からはマジックキャッスル、その外にペルゼット、その隣にアフランシール。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。イベリス、レシステンシア、ほとんど差がありません。リアンドル3番手、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はレシステンシア、さあリアンドル一気に来た、外からリアアメリア、前に迫るスマイルカナ、残り 200m、 レシステンシア意地を見せる。リアアメリア迫る、レシステンシア先頭、リアアメリア、リアアメリア1着、2着にはどうやらグランアレグリア、3着にレシステンシア、勝ったのはリアアメリア。このレースを制したのはリアアメリア。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ前に行くのはどの馬か。スマイルカナ前に行きそうです。スマイルカナ先手を取りました。内からはイベリス、その外からリアンドル、その隣にレシステンシア、レッドベルディエス、そのうちに続いています。並んで11番ダノンファンタジー、ランブリングアレー、すぐ後ろ緑の帽子サウンドキアラ、その後ろすぐ隣にウールビ、アフランシール、この馬もこのグループ、内からはシゲルピンクダイヤ、並んで3番クリスティ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでリアンドル先頭に変わりました。レシステンシアほとんど差がありません。間を挟んでレッドベルディエス3番手、ここで先頭変わりました。先頭はレシステンシア、さあレシステンシア一気に来た、外からグランアレグリア、内からマジックキャッスル、あと 200m 一気に後続がやってきた、内から一気に差を詰める。マジックキャッスル、マジックキャッスル、マジックキャッスル先頭だ、マジックキャッスル、マジックキャッスル1着、2着にはどうやらグランアレグリア、勝ったのはマジックキャッスル。このレースを制したのはマジックキャッスル。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。リアンドル好スタートを切りました。サウンドキアル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてレッドベルディエス行きました。レッドベルディエス先手を取りました。緑の帽子サウンドキアル、その後ろその外にリアンドル、その外からスマイルカナ、内からはイベリス、その外にダノンファンタジー、その隣にレシステンシア、これに続いてランブリングアレー、これに続くのがペルゼット、並んで15番アフランシール、クリスティー、そのうちに続いています。その外にウールビル、その後ろからはマルターズディオサ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。リアンドル、レッドベルディエス、ほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。リアンドル先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。レシステンシア必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 ここで先頭変わってレシステンシア、グランアレグリア迫る、グランアレグリア差し切った、先頭はグランアレグリア1着でゴール。2着にはどうやらマジックキャッスル、3着にレシステンシア、グランアレグリア見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。
スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。レシステンシア前に行きそうです。レシステンシア先手を取りました。その隣にスマイルカナ、リアンドル、この馬もこのグループイベリス、そのうちに続いています。その外にサウンドキアラ並んで11番、ダノンファンタジー、すぐ隣にレッドベルディエス、その外からプールビ、内からはランブリングアレー、黄色の帽子デルゼット、その後ろ、その横にクリスティー、アフランシール、それに続きます。並んで7番、ワルターズディオサ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はイベリス、リアンドル、ほとんど差がありません。スマイルカナ3番手4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わったリアンドル、外からスマイルカナ、リアンドル先頭、外からスマイルカナ先頭、外から接近サウンドキアラ、残り 200m、 グランアレグリア追い上げてきた、グランアレグリア抜けた、2番手はサウンドキアラ、グランアレグリア降臨、2着にはどうやらサウンドキアラ、3着にリアアメリア、グランアレグリア、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはレシステンシア、綺麗なスタートを切りました。18番、レシステンシア行きました。先手を取ったのはリアンドル、ダノンファンタジー、すぐ後ろレッドベルディエス、そのうちに続いています。その外にスマイルカナ、内からはクリスティー、並んで4番、イベリス、すぐ後ろにランブリングアレー、これに続くのがサウンドキアラ、黄色の帽子デルゼット、その後ろすぐ後ろにアフランシール、さらにはマルターズディオサ、その隣にプールビ、その後ろからはリアアメリア。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。ここでスマイルカナ先頭に変わりました。2番手はリアンドル、レシステンシア3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。スマイルカナ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張りきれるでしょうか。レシステンシア足色は十分、前に迫れるか。残り 200m、 スマイルカナ意地を見せる。2番手はレシステンシア、グランアレグリアかわす、グランアレグリア、グランアレグリア1着、2着にはどうやらマジックキャッスル、3着にレゼル、勝ったのはグランアレグリア、このレースを制したのはグランアレグリア。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはリアンドル、レッドベルディエス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてレッドベルディエス行きました。レッドベルディエス先手を取りました。その外にリアンドル、イベリス、そのうちに続いています。その外からスマイルカナ、内からはダノンファンタジー、その外にレシステンシア、プールビル、それに続きます。緑の帽子サウンドキアラ、その後ろ、その横にランブリングアレー、クリスティー、この馬もこのグループ、その外にアフランシール、その後ろにマルターズディオサ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。スマイルカナ、ここで先頭が入れ替わりました。レッドベルディエス、スマイルカナ2番手に控えました。最後の追い比べ、先頭はリアンドル、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。リアンドル先頭、外からスマイルカナ、さあ先頭に立ったのはスマイルカナ、残り 200m を通過して、サウンドキアラ抜けた、グランアレグリアかわす、グランアレグリア1着、2着にはどうやらレゼル、グランアレグリア見事このレースを制しました。